材料確認、柿渋、ポイ、筆、スーパーボール、水、クッキングシート、加工していないポイで実験をしてみます。ポイはすぐに破れてしまいました。ポイを破れないように加工します。机が汚れないようにクッキングシートを敷いて、その上にポイを乗せます。筆を使い柿渋を塗ります。なるべくムラにならないように塗り広げ乾かします。柿渋を塗ったポイを使い実験をしてみます。破れずに何度も使うことができます。柿渋とは渋柿の実を粉砕、熟成、発酵させて搾り取る液体のことです。柿渋には柿タンニンを多く含んでいます。タンニンという成分には防虫効果、防腐効果があり、この柿タンニンにはさらに防水効果もあります。塗料として傘や木造建築、衣類の染め物に多く使われていました。最近は塗料として使われることは少なかったですが、空気汚染を起こさない点から再注目されています。